タレントの千原ジュニアが28日、日本テレビ系ダウンタウンデラックスで、藤原の藤本敏史から離婚の報告を受けた時に、海外にいたことから通信費が3万円超えたと激怒した。この日は2ヶ月ぶりのゲストトークとして、いつものひな壇ではなく、距離をとって縁になってトークを行った。ゲストには藤本とジュニアがいたが、藤本の離婚について聞かれたジュニアは、年末にお正月旅行に行ったんです。トランジットでニューカレドニアに聞いてパッと携帯見たら、藤本から寄信が入ってたんですと振り返った。LINE ならわかるけど、電話ってと。電話したら離婚することになったって。これから正月旅行で南国なのにと、こう告げを受けた時の思いを語り、いろいろ話を聞いて電話を切ったという。だが、切って、そっから、正月旅行楽しむんですけど、どっかでフジモン離婚するのかって。同期で結婚式の司会もしたから、ずっとなんか、と旅行中も胸に、重しがあったという。そんな思いを抱えた、ママ正月旅行を終え、成田空港に到着し、携帯を見たら、パケット通信料3万円を超えていますって。と高額な通信費がかかっていたことが判明。もちろん原因は東本への電話。この3万はマジで払ってもらうからなと、隣の東本へ切れ気味に訴えていた。千原ジュニアが28日、日本テレビ系、ダウンタウンデラックスで、藤原の藤本敏史から離婚の報告を受けた、時に海外にいたことから通信費が3万円超えたと激怒した。この日は2ヶ月ぶりのゲストトークとして、いつものひな壇ではなく、距離をとって縁になって、トークを行った。ゲストには、藤本とジュニアがいたが、藤本の離婚について聞かれた、ジュニアは、年末にお正月旅行に行ったんです。トランジットでニューカレドニアに聞いてパッと携帯見たら、藤本から寄信が入ってたんですと振り返った。LINE ならわかるけど、電話ってと。電話したら離婚することになったって。これから正月旅行で南国なのにと、こう告げを受けた時の思いを語り、いろいろ話を聞いて電話を切ったという。だが、切って、そっから正月旅行楽しむんですけど、どっかでフジモン離婚するのかって。同期で結婚式の司会もしたから、ずっとなんか、と旅行中も胸に重しがあったという。そんな思いを抱えた、ママ正月旅行を終え、成田空港に到着し、携帯を見たら、パケット通信料3万円を超えていますって、と高額な通信費がかかっていたことが判明。もちろん原因は東本への電話。この3万はマジで払ってもらうからなと、隣の東本へ切れ気味に訴えていた。